山本周五郎作。竹あ念仏。一。年用な坊主だぜ。宮内くるんだ確かにやってやがる。何でございますかわからないかい。甲州猿橋から大津家へ向かう愛の宿。東の方からやってきた旅自宅の二人の若者がある。 一人はすっかたぎの二十五六になる色のこじろいおとなしそうな男。その連れが妙な取り合わせで足さばき目の配り。どう見ても塗生人だ。それ、あの坊主よ。と、塗生人の方が五六軒先をゆく高八草を顎でしゃくった。と言っても、佐々木さんはかたぎ者だからわかるめえが、あの坊主めえ、さっきから、 爆鳥ってやがる。え、爆鳥？猿橋の茶店で休んでいたとき、あの坊主が前を通っただろう。あのときからどうも妙だなと思っていたんだ。見ねえ。今度はあそこの豆腐屋へ立つぜと言っている間に、例の高橋荘は街並みにある豆腐屋の棚先へ釈上を止めた。それ見ねえ。上がったろう。ですが。 郎さん、どうして豆腐屋の前へ立つのがわかったのでございますかもちはもちはさお半目と出たな辰次郎は高八荘が汽車を受けて歩き出すのを見ると何を思ったか小走りに追いかけていった「おいおい坊さん」と声をかけた高八荘は立ち止まって あじろがの淵へ手をかけながら振り返った。拙宗がないかにも、拙宗さんだ。なんぞ、ご用か。さっきからずっと拝見しているが、だいぶ反明が出るようだね。何をおっしゃる隠してはいけねえ。こっちは商売人なんだ。どうだい今度はおいらが、蝶と行こう。あじろがの中で、 くはぎくりとした。しかしすぐ微笑に紛らせて「どうも拙僧にはお手前の言うことがよく分からん」「藩とやら蝶とやらそれは俗に圓言堂とか申す類の不調かのう」「ふざけなさんな」「辰次郎はせせら笑って」「猿橋からこの方お前さんが宅発による家はみんなとっかかりから」 半目に当たる家ばかり。お伏せの出ねえ時は、正面の家の前で頭を下げていた。どうだい違ったがいぼうさん。ははははは。煩悩証言、水不見。あんだとわかってはいかぬ。さっそ、自分をたしなめたじゃ。仏に使うる身が、高つあつ中に、なんでさような振る舞いをしましょうぞ。 皆お手前が自分の目で見る証言なのじゃ鳥は鳥用に見る <laughs> 皆これ煩悩でござるよおっと待ちねえいやご縁もあらばまた待ちねったらおい坊さん袖を振り切った高須荘は呆れている達次郎を後に尺状を鳴らせながら立ち去った 追いついつてきた木吉が見ると辰次郎腕組みをしてじっと卓そうの後ろ姿を見送っているどうしました辰次郎さんうーん辰次郎はうなったあのポーズはただものじゃねえぞおいらの止めるのを振り切っていった後ろ格好一部の隙もねえ構えだあの網代傘の下にはきっと戒名のある がん首が乗っているぜ。さようでございますかね。佐々木ちは今日もなさそうに。それはまあともかく、もう日が傾き始めましたから、少し急ごうじゃございませんか。心へてるってことよ。ここまで来れや。大月まではひとまたぎ。相手のカンパチは、む村から逃げも隠れもしやしねえ。あ、まあ、おいらに、ずんと任せておきねえ。はい。 それは分かっております。それからの、達次郎は声を潜めて、大月へかかれだ、向こうの縄張り打ちだ。うかつにつまらねえことを、口は知っちゃはならねえぜ。はい。どこまでも、吉田の宣言前に。いいな大丈夫でございます。最後。だが、あの坊主め、どうも納得のいかねえ野郎だ。

谷村へかかる手前の辻を左の方へ折れていった谷村神殿に一年寺という寺がある宗州藤沢遊行寺を総本山とする時宗の末寺で檀家も少ないし三景人もなくひどい貧乏寺でつい先頃までは大月の西年寺の十字が掛け持ちにしていた無重同様のやれ寺であったが 半年ほど前本山から回されて一人の僧が十字として住むようになったこれが例の卓八僧であるところでこの十字法名を次年という僧だが不思議なことに住んで半年まだ誰もその顔を見たものがない寺にいても外へ出るにも決して頭の網代を見たものがない とったことがないのだ。寝るときにはまさか傘のままでもあるまいが貧乏寺のことで飯炊き一人いないからそれもわからぬようなおじょうじさんだねもったくさことによると鼻っかけてでもあれはしないかそれとも入れずにものかなるととんだうわさの出ることさえあるしかしとうのじねんは木ねんとして 行いいましていた。「二位修行説法」「方便私力五字運が仏号無尽に菩薩」「釈用をつきながら黄昏の道を寺へ戻ってきた次年御所」「那署の裏手へ回って井の水を汲みわらじを解いて潜息」「全南市逆国道修行多い。 仏神徳土者完全音謀作。と来た。即限仏心、二位切符。大井白紙仏心。こ。いつかお経が口拍子になってきた。猿橋であった野郎は嫌な野郎だ。徳土者、即限白紙仏心。だ。二位切符、大井消紋神、徳土者、即限消紋神、と来ら。 あの、おし様いきなり、背後から声をかけられて、ジュレンはびっくりしながら振り返った。丸顔のぽっちゃりとした、愛くるしい娘が、風呂敷包みをもって、微笑しながら立っている。お、こら、OK、おきいだな。お時が、もうない自分と存じましたので、また少しばかり、持って参じました。さらさら。 いつもご診察に、片付けのおござな。どうが、ナッショの方へ。今すぐ参りまするじゃ。はい。と、娘は急いそいそ、ナッショへ入っていった。寺の東にあたる百姓萌もえもんというのが仏匠で、次年が来るとから、米味噌の記者についていた。はじめは、固く辞退したが、お尚様にあげるのではなく、仏様への志だから、 と言って、萌えもんは絶えず娘のおきいに持たせては、記者を続ける。そこで、今は断りもならず、受けているのであった。ああ、すいませんの。次年が入っていくと、娘はかいがいしく、米つを出して、持ってきた米を入れ、別の包みの麦を、棚へあげなどしているところだった。それから、ここへ、おさいを少し。 おお、これは見事な。わたくしの手作りで、美味しくはございません。ほんの、お口汚しに。何から何まで、お心さえ、かたじけない。お心差し、ありがたく、ちょうだいいたしまするじゃ。お恥ずかしいございます。娘は、風呂敷をはたいて、畳むでもなく、折るでもなく、手で揉みながら、しばらく、もじもじしていたが、 次年が奥へ去ろうとするのを見ると思い切ったように。あの、お諸様しどろに声が震える。あじろがさを着たまま次年は不審そうに娘を見下ろした。おきいは懸命に。あの、一年次のお修士は、あの、 奥様をおもらいなすっても良いのだそうでございますので。さよう自習では別に再退を禁じてはいませんがそれがどうかいたしましたかいえあの娘は一時にカッと血が頭へせき上がるのを感じ思わず寮のたもとで表を覆うと会釈も忘れて走るように 外へっってい次年はぼうせんとその後ろ姿を見送っていたがやがてどかりとそこへ腰を落とし「いけねえ」とうめくようにつぶやいた「ちっと前から様子がうがしいと思っていたらやっぱりあの娘はおいらに」「ああ」次年は突然と立ち上がった。 そしてかけるように本堂へやってくると、灯明をあげることも忘れ、数珠の音も荒々しく、こわだかに図経を始めた。しかし、たちまち絶句して、手にした数珠を取り落とす。ダメだと、悲痛に言って突っ伏したさ仏様。 ジ年ンは仏前に身を震わせて、どうか足を叩き直してください。昼は昼で宅発をしながら、つい我を忘れて知らぬ間に一人くちまたただいまは、あの娘の一言を聞いて、ヤクザな気持ちが暴れ出しました。私は、娘の言葉を聞いた途端に、自分もいつかあの娘を、 どうか私を私の少年を叩き直してと胸を絞るように叫ぶとその時寺の西にある竹藪ぶの辺りでヒッ<っ>という悲鳴が聞こえた懺悔で夢中だった次年の耳にも鋭い悲鳴はびんと響いたはてのと首をもたげるところへ紛れもない女の声で誰か来て 助けて、という叫びそれが正しく今帰っていったおきいの声と気がつく途端に次ン、本堂を飛び出す下駄を突っかける間もなく裸足で釈上、右手に外へ誰だわみきながら駆けつける竹藪の前に男が三人二人がかりで娘を抱きつけめようとしている次ンはカッとして釈上を取り直しながら 何をするのだ、バカ者めと駆け寄る。花先へ。待ちねえ、待ちねえ。と、そばに控えていた頭文らしい一人が、ぬっと地面の前へ立ちふさがった。見ると、これが大変なやつだった。体は六尺に余り、筋骨たくましく、羅漢がからしを舐めたような醜い赤っ面で、 横瓶の剥げ上がった目の鋭い、まあ気の弱いものなら見たばかりで、引きつけを起こしそうな男だ。これは谷村に住んでいる、博竹打ちの貸し元で、ミスヤカンパチというやつ。古文の五六十人はあろうというくらいの勢いを持っていながら、都政人仲間からも嫌われている、有名なあぶれ者だった。マジねえ、お嬢さん。カンパチは 仰立ちになって出家の身で、借帳などを抱え込み。お前さん、一体どうしようというのだそれより、その娘をなんとさっしゃる <laughs> この娘かい。こいつはの、男一人の寺から、夕闇紛れにこっそり出てきやがったから、今、ちっと、痛めているところなんだ。ば、バカなことを。 何がバカなことだたとえ相手は坊主でも、一人住まいの暗がり家、お役所集の娘っ子が忍んでくるなんて、いけっぷてえやり方だ。他の土地なら知らねえこと、このカンパチ様のお縄張り討ちで、そんなみだらな真似は見逃せねえんだ。それは、お前の思い違いじゃ。この娘さんは、東の萌え門殿の家のもので、 寺へ時のものを汽車に来て暮らすったのじゃ。そんな甘口をそうかと聞くカンパチ様じゃねえ。黙って突っ込んでいねえと、お前も一緒にしょっぴいていくぜ。無法なこと。無法は初めから承知の上だ。歯を食いそらしてわめき立てた。次年の送信がビリリと震えた。思わず右手の尺杖をぐいっと握り直したが。 ぐっとはがみをしながら、懸命に耐える。はちきれそうな怒りを抑え抑え。そう一概に言われては、拙僧も当枠をするが。では、どうであろう、カンパチ殿。拙僧の方で、お顔の立つように捕まつるが。それで、ご勘弁は願いまいか。顔を立てる、というのか多分にはいらぬが。 本山よりの指導金がわずかばかりござる。それで今日のところは、お見逃しに預かりたいが。そんなら、白物を見せねえ。金と聞いて、カンパチ、下なめずりをした。次年は寺へ取って返したが、すぐに紙包みを持って戻ってきた。カンパチは遠慮なく受け取って、バリバリと包みを開けてみる。 山吹色の小判で三十両。意外な大金。へっへっへ。おい、ボっさん。カンパチは、にわかに卑しく笑って。一連時は、貧乏寺だと聞いていたが、寺の内緒と、娘の懐内ちは、開けてみなきゃわからねえ。体操まあ、裕福だね。それで、ご勘弁くださるかの。ならぬ勘するがの大尺。 できねえところだがせっかくだ。ここは一つ目をつぶってあげましょう。はい、ろうども。もうそのままには要はねえ。話してやれ。へえ、さあ、行きおれ。突っ放されて、よろめく起き、次年は思わず、それを助け止めて、傘の内から温かく。おお、大丈夫。安心さっしゃれ。と、いたわるように囁いた。 それじゃあ、お嬢さん。あとはしっぽりおやんなせ。またお邪魔に上がりますぜ。ああ、カンパチ様は、お慈悲な人だ。ははは大口開けて笑いながら、カンパチは、古分を連れて立ち去った。四。お嬢様。三人の足音が遠のくと、 おきいは崩れるように、次ンの胸へ顔を伏せた。おきい殿。どうしましょう娘はおろおろと。あの人に見込まれたからは、この後とも、どんな難題を持ちかけられるか知れませぬ。今だから申し上げますけれど、あのカンパチは以前から、たびたび私に嫌なことを言い寄っておりました。そうだったか。それで今日も、 をつけてきたのだな。あんという。あんな男のことゆえ、どんなことを世間へ触れ歩くか知れませぬ。私はかまいませんが、お嬢様が、どんなにご迷惑をなさいましょう。それを思うと、私、おっきいの。いじらしさに胸をつかれて、我にもなく娘の肩を引き寄せたが、はっと気づいて押し放し、 名目しながら、口の内で被く,く。煩悩を証言、水不見。と、三遍唱え、やがて静かに言った。ご心配なさるな。根のない噂は広まるより消えるが早いと申す。決して気にやまぬがよい。そう時刻も大分遅れたゆえ、うちで案じていよう。お帰りなさい。はい。それでは。 残りしげな娘の目をわざと見ぬふりに次年は寺へと大股に戻っていったその夜は明けるまで本堂から「燃費観音力」と称する声が絶えなかったそしてあくる日も次年は宅発に出ずに終日仏前に監禁を務めて暮らした 本来、物性でないものが発信しての精進苦行。煩悩、人海に生きてきた身には、風性右京にも心が揺らぐであろうに。ましてや、火に油を注ぐような衝撃が次々と出てきては、まだ固まらぬ童心の、ともすれば崩れかかるのは是非もなきことであろう。しかし、次年は懸命に、 盲年を払って、特奪しようと、本尊仏の前を晒らす、丸二日の間、職を立って、図教に専念した。その間に行くとか、大きいの問う声も聞いた。目のくらむような上も感じた。合唱した手や、短挫したすねのしびれに、全身の骨まで通る苦痛も味わった。何くそ。 ここれくらいのことで、負けてどうする。昔の構想知識は50日も断食供養したというではないかこれからだぞこれからだぞと自分と自分に鞭打ちながら吻行を続けていた2日目の夜のこと本堂の前にあたってふいにじ念を呼ぶ娘のけたたましい声がした ちょうど今、水を飲みに立とうとした耳へ、鋭く響く。お嬢様、大変です。どうか来て。と叫ぶ声。ぎょっとした次男。またカンパチが来たかと思って、ふらふらする足を踏みしめながら出てみると、庭先に娘が。どこかの人が血だらけになって、ここに倒れています。どうか来て、見てあげてくださいまし。早く。 せき立てるように叫んだ。ジニが降りていってみると、娘の足元に若者が一人倒れている。かがんでぐいと肩を押すと、低くうめきながら若者は半身を上げた。娘の差し出すちょうちんでべったり血にまみれた顔。これ、どうなすったお、お助けください。 若者はしゃがれた声で怠惰に「あトから掘ってくるものがございます」とか「私をおかくまいくださいまし」「おきいどの手を」次年はそう言って娘の手を借りると若者を助け起こして栗のうちへ担ぎ込んだアンドンへ火を入れて手早く若者の着物を脱がしてみたが着物がところどころ引き裂けているにもかかわらず 体には別に傷どころはない。おきいのくんできた水で血を洗う。頭に2か所、それも血の割には浅手だった。これなら、なに、大したことはない。おきい殿、すまぬが、そこの氷から薬箱を出して、それにさらしがあるはずだから出してくだされ、これくらいの傷なら、切相の手当てでも十分じゃ。 あとから、誰か気はいたしますまいか。若者は全身を震わせながら囁いた。ジュレンは傘のちで微笑しながら。安心さっしゃれ。節操がいれば、誰が来ようと、もはや大丈夫じゃ。ありがとう存じます。ありがとう存じます。あ、少ししびるが、動かぬようにの。娘の手助けで、手際よく傷の手当てをし、 さらしめんでキリキリ頭を巻き終わるとジュレンは自ら床をのべて若者を寝かしたこれでよいからとにかく落ち着いてひと眠りさっしゃれ何大丈夫決してあんすることはない訳は明日聞こうではゆっくり休むがよいお嬢様私は 誰かきでもすると面倒じゃ。おきい殿は早くうっかいらっしゃれ。どうしてまたこの夜分に寺へなど来られた休みなしのお勤めゆえ、おかゆなどこしらえて死んぜるがよい、と父が申しましたゆえ。それはかたじけない。が、吻行中は職をたつつもりなれば、さような心配をしてくださるな。では、早くお帰りなされ。 それではと娘は会釈し,して帰った5何相手はミスやカンパチはいそのあくる朝だ傷の痛みが引いたというので貝をすすらせたあとどうしたわけでと聞くと 若者の口をついて出た名が、またしてもそれだった。訳を聞こう。どうか、お聞きくださいまし。若者は沖縄って。私は、江戸八丁堀の隅問屋、小倉屋五郎兵衛の老いで、皿吉と申します。私に、一人の兄がございました。幼い頃から勝負事が好きで、 十八区の年には、とうとう、ヤクザ仲間に入ってしまいました。うん。そんなわけで、長いこと、音信不通でおりましたが、半月ばかり前のことでございます。兄とは同じ都政の、達次郎というのが参りまして、兄が殺されたと、知らせてくれました。達次郎の話を、手短に話せば、定吉の兄、 吉之助と達次郎は一年ばかり旅を回って甲州へ入り、矢村のミスやカンパチが大とばを張っていると聞いて、ある夜ふらりと客になった。ところが、その夜広く当たって、一時ばかりのうちに百二三十両も勝ったのである。その帰り道、良い機嫌で笹子川の流れを聞きながら、 二人がやってくると、不意に暗闇から、十四五人の人数が飛び出して。たしんでしまえ、と襲いかかった。達次郎はとっさに身をかわして、笹子川の崖を転げ落ちたが、吉之助は中どすを抜いて向かったため、ナバスのように切り殺されて、勝った金はもちろん、胴巻きまでそっくりさらわれてしまった。 いくらヤクザ同士とはいえ、話を聞けば、あんまり卑怯なやり方です。爆打打ちでも、兄は兄。現在、手にかけた相手を知ってみれば、弟として、たとえ人たちでも、恨んでやるのが、兄への孤独と。辰次郎さんも勧めますし、私も覚悟を決め、お叶えは内緒で、抜けてきました。辰次郎という人も一緒にか。 実は、昨夜も申し上げようかと存じましたが、三日前に、猿橋の宿外れで、お嬢様にお会い申しました。と、言うと、宅発においでなすった途中で、あなたに話しかけたもののあるのをお忘れでございますか。おそれではあれが、その、達次郎でございました。次年は、 その奇遇に驚くよりも、話の先が知りたかった。皿吉は口をついで。あれから、大月に宿を取って、二日ばかり、店屋の様子を伺い、ゆうべ、何やら祝い事があるとか、酒盛りをして、早く寝ると聞きましたので、達次郎と一緒に、思い切って、踏み込んだのですが。私という、足手まといがいたためか。 残念ながら、子分たちに取り巻かれて、達次郎は惨殺され、私は命からがら逃げ出しました。うん、仇育ちの育児なさ、仇を前にしながら、人たち恨むこともできず、逃げ出した自分が、今では悔しくてなりませんお察しくださいませ。 聞いじねんのこぶしがひざのうえでぶるぶるとふるえだしたがまんしてもがまんしてもつきあげてくるいかりだじゃあ,あのくいしばったはのあいだからおもわずもれるうめきとたんにはっときがついたじねんはおどろくさだきちにはめもくれずいきなりたってぽんどうへはしりこんだ いけねえいけねえ胸をつかんで、仏前に座る。ここでくじけちゃ、何にもならねえ。えい、頑張れと、夢中で、術を押しもみながら、声を張り上げて、図教を始めた。すさまじい声だ。骨身を削る声だ。心の内に湧き上がるモーを、かき消そうとする必死の声だ。しかし、 もはや、それは残念ながら、長くは続かなかった。んーふん、ふー。図教の声が止んだ。ああ <laughs>、貴昇だめだ、もうだめだ。おいらにゃあ、これ以上の我慢はできねえ。破れるように叫ぶと、手にした数字がびっと切れ、五十四の水晶玉が、あられのように飛び散った。次年は、 栗へ戻って空吉さんとは言ったねはいこれから出かけるんだ少し傷には無理だろうが起きさせガラリと変わったうの態度に空吉はょとんとして見上げるばかりどどういたしますのでどうするお前さんの兄貴と達次郎さんの仇をうちに行くのさ それは、心配しなさんな。おいらが立派に、打たせてやら。ミスやカンパチの五人や十人、束になって来きても、驚くこっちゃあねえ。さあ、支度だ。次年は、がっちりと立った。六。半時ばかり後だ。ミスやカンパチは、 古文を3人ほど連れて谷村の地外れ俗に地蔵畑という小さな地蔵堂の境内へ入ってきた西側は崖でその下には笹子川が青をかんで流れている三世屋殿ようおいでじゃなカンパチと子分たちがお堂の前へ来ると網代傘をかぶって 尺状を右手に、ぬっと一年児のお嬢が現れた。よ、お前は一年児の次年でござる。カンパチは驚いたらしい。それじゃあ、呼び出しの情をよこしたのは、お前さんかいさよさ。おきい殿の筆跡を借りる方が、分かりが早いと存じてな。ちょいと、 ブッの方便というやつを用いましたじゃ。大手が外れて、誠にお気の毒。まあ、許さしゃれ。はははは。人を茶にしゃがるな。カンパチはわめき立てた。偽手紙など使い上がって、何の用だ。こっちは忙しい体だ。用があるなら、さっさと言え。最速までもなく、 申し上げるがの。次年は、にやりとして。今日はミスヤ殿を男とを見込んで、ご無心があるのじゃ。無心だとこの坊主め。この間の金でも惜しくなれやがったのか。いや。金ならこちらから心情じゃ。気味の悪い声を出しやがる。金でね、無心とはんだ。てみろ。 だがな、ミスやカンパチは、鬼と言われた通り者だ。下手な御託を使い上がっても、うかつと甘口に乗る相手じゃねえぞ。なんだ、無心ってのは。実はな、次年は、落ち着き払って言う。誠に申しかねたが、お手前の首が、頂戴したいのじゃ。な、な、なんだと らだきさん、こちらへ出ておいで次年が振り返って呼んだお堂の階から定吉がたすけはちまちにそうからげ右手に脇差しを抜いて現れた頭の巻きもめんとどっちが白いという青ざめた顔ひざこぶしはもうガタガタ震えているいやっおなゆうべの若造だな 騒ぎなさるな。このお方の兄さんで、吉之助という人が、この春、お手前の手にかかって殺されなすった。その仇が撃ちたいと言わっしゃるのじゃ。どうか一つ嫌であろうが、聞いてやっていただきたいがの。どうだろう。カンパチは、だだっと、二三歩下がった。きっ、貴様は何者だ、坊主。カンパチは避けるように。 傘を脱げ。鳥なしかっこう、ただの坊主じゃねえはずだ。傘を脱いで、つらー見せろ。脱いでもよいかのう。ジルンは、さっとはジロガサをはねた。謎の顔が現れた。半年の間、誰一人として見たことのない顔が。若い。まだ、二十七八であろう。 色のあそ黒い鼻筋の通った眉の濃い唇の締まった顔。しかも、反り上げた帯帯にはありありと三日月型の向こう傷。脱いだらどうする次年の声ががらりと変わった。傘を取ったらどうするんだ、ミスやガンパチ。てめえが井戸の数でも、徒生人なら殴らえは聞いていよう。 いかにもおいらは、ただの坊主じゃねえ。海名を名乗ってやるから、耳をかっぽじってよく聞いておけ。江戸であ今さ、上州で国さだ、駿河で清水と極めのついた次郎長親分の身内でも、大政小政の両兄は縄張り持ち。俺なんざ下っ端だが、向こう水野半太郎と、チったー海道筋に名を打った男だ。 後陣山の大喧嘩で額に受けた向こう傷遠慮はいらねえずっと這い寄ってとっくり拝み立てまつれいやいやい何をヘドモドしやがるのだあだ名にとった向こう水がたたり大親分の感動を受けて発進した半太郎とんでもねえシャレっけから頭を丸め。ねえ一年ばかり辛抱してきたが ヤクザの風上にも置けねえてめえの行情を聞いちゃ、黙ってお経を読んでいることはできねえ。土地のうじ虫、世間のゲジゲジ、どうでも首をもらわねはならねえ。よい、カンパチ度胸を決めて、地獄へ落ちよう。何をやる清水の身内とありゃ、相手に不足はねえ。馬鹿カ像もろとも、引導を渡してやるから。さあ、今日れ。 その口を忘れるな。それビュッと、尺状をしごいた。野郎ども、抜がるな。わめいておいて、カンパチ。抜き打ちに、パッと切りつけた。ハンタロは、かわしもせずに、尺状を返して、横殴りに払う。依らって、カンパチが、野郎と、突っかかる。その時、手下の者が、抜き連れて、 左右から詰め寄った。七。サ々キさん、逃げていねえよ。アンタロウは、後ろへ叫んで。さあ、来い。こう、長年の光るのを見ちゃうれしくってこらえられねえ。腹の底から、続ゾ々クゾクとして来やがる。やっぱり、ヤクザはいいもんだ。 それビュンと、風を切る釈上。ギャ息をついていた子分の一人が、脳天を砕かれて、地へどを吐きながらすっ飛ぶ。やりやがったなと、カンパチが、捨て身の無法。た<ッ>と、踏み込んでくる出羽。体を開いて、飲める奴を後ろ様に食いので釈上の石突きを返して、ビュンと、一本。う うめえてつんのめる踏み込んだ半太郎この下戸面めと火腹へもう一撃「佐々木さんありきの敵だ早くとどめを刺しねえ佐々木さんとどめだ震えながら佐々木氏が隠れていたうどんの横から走って出る半太郎は尺状を取り直して 残った二人の子分の方を振り返った。えい、損した。何を震えていやがる。たネっちの親分は、おいらが仕留めた。悔しかったら、切ってこい。来ねえか。の、何をへっぴり腰をして、ざまねえぞ。親分が親分なら、子分も子分。たれっきりじゃ、心細くてかかれめえ。 早く帰って身内を集め、束になって押してこい。俺は逃げも隠れもしねえ。一年中で待っているから、死に装束でもしてやってこい。何と言われても、相手は口答え一つできなかった。半太郎は鼻で笑って。済んだがいい、佐賀さん。と振り返る。うん、よしよし。形だけでたくさんだ。 それで兄さんも浮かばれるだろう。住んだら行こうぜ。気の上わずっている皿吉を助け起こし、待っているぞ。と、一言。デクのように突っ立っている古文のものを後に、安太郎はうは皿吉を促して、悠々と街道の方へ立ち去った。和いち御族に会う。 各首都加害燃費観音力原則騎士心かふ一年寺の本堂仏前へ手氷を広げて半太郎は今宝永と着物の着替え中だ吉田道で定吉に金を与え江戸へ帰らせるとその足で戻ってきたばかり爆走をおなむく 欲受賞。燃費観音力。当人、だんだんね。とくら。ねえ、お釈迦さん。おめえさんとも、ずいぶん付き合ってきたが。おいらはたった今から、杯を消すぜ。お行の文句に嘘はねえというが、まるでダブラばかりじゃねえか。観音力を念ずれば、本族も地震を起こし、悪者の抜いた刀はだんだんに砕ける <laughs> お前さんも勝ょだろうが。 嘘の悪がちっとばかりひどすぎるぜ腹へキリキリとさらしを巻く世の中には悪いやつがいてお経の百万遍をあげたっていちゃななっつらしているそんな野郎には大蔵経をひっくり返してみせるより脇差しに物を言わせる方が早じまいだ惑州金華さ種族非中海燃費観音力灼年特下脱。 かねえ起き上がれ半太郎は着物の裾をからげてきリリと上締めたすきをかけ坊主頭に鉢巻きをすると悪っを続けながら足ごしらえをしてふいと出て行ったが間もなく手頃の竹を一本切ってきた手相所得役所欲外信者燃費観音力 どっこいしょーっと。階段に腰を下ろして、竹の枝を払い、穂先を作って、竹槍を仕立てた。軒口は富士。小山開きには早いが、清水公へは一本筋だ。大政の兄に、お詫びを頼んで、のびのびとヤクザ本庁。ええー、畜生。もう、沼津のうなぎと、剣びしの匂いが鼻に来やがる。 燃費観音力だ。心残りは大きい坊だがどっちにしたって添い遂げられねえ因縁とすりゃ結局こうなるのが互いの幸せよ半太郎の目は一瞬ぐるみを帯びたが思い切って頭を振るとすっくり立ち上がって竹やりに素振りをくれた おひいさん、おさらばだぜ」とあっさりつぶやいたときどっとまいにのほうへひとのかけこんでくるあしおとがした。きやがったな。とあんたろんにやりわらってゆずをくってのねんぶつかんきんこれからはゆずなしのたけ念りねんぶつどれおつとめをはじめようか。 大股に出て行って、正面の明かり障子をパッと受けはなす。庭へ詰めかけていた頭数、ざっと二三十の群れが、わーっとどよめいて最後に散った。広場へ、仁王立ちになった半太郎。南をあおげば、くっきりと澄み上がった空に、まるで手招きでもするごとく、富士の山が、 晴れて見えるあの向こうには清水港があるんだ。うなだる敵を前に、半太郎の唇はにんまりと微笑を描いた。